はい。んこれって今書いたの？で、違う、これその前か。そうか、前が 0.34。高いね、ちょっと。これが、いつだっけ？6月5日ですね。で、6月、この間のは、19。一番強いこと、今年19？これ 0.5 って書いてあるけど、本当は0から 0.2 までが正常。で、0.2 から 0.5 はグレーゾーンです。まあ、両方ともグレーです。で、何がグレーかというと、タンパクを失性症、おしっこにタンパクが漏れてるよっていう病気のなりかけ。はい、要は慢性腎臓病が始まってきてるんですね、うん、で、慢性腎臓病で、これ、なんかな進行されたのには何はともあれ水を欠かさない、はい、たっぷり飲まってたっぷりおしっこすることが一番で、その次に療法食だけど、療法食もですね、この子クリアチンですよ。まあ高くないんですよ、血液検査では。あ、でもシスタチンが高いか。うん、この子何食べてましたっけ。ナチュラルハーベストシニア系のサンプルフード出していいですか。はい、で、はい、あ、この前もちょっともらって。あ、はい、出しましたっけ。2種類いただきます。あー、生姜のサブレーバー、はい、うん、食べます。あれ食べます、食べます、食べます。はい、まあ、あれはあの腎臓病のご飯じゃないんだけど、はい、あの腎臓病はね、ステージ2になったら、はい、療法食やった方がいい。だけどもね、はい、腎臓病と並行してね、多いのが慢性すぎなんですよ、はい、で、もし両方あったらね、こっちが優先なの、ご飯は。だから一方で高いからさ、だからまあ腎臓病食よりも、はい、腎臓病食で脂肪が多いの。あ、いや、制限されてるのは、はい、ナトリウムとリン、はい、タンパク、はい、この辺が低めになってる。だけどその分さ、脂肪が多いんですよ、こっちは。あ、この慢性膵炎が疑われるこの場合がさ、はい、もう超低脂肪、はい、食べといた方がいい。あ、うん、はい、調整脂肪でバランスが取れてると。はい、だから、この間のサンプルで出したフードのどっちでもいいですよ。はい、まあ、ID と消化器サポート、ロイヤルカナンとあのヒルスだけど、はい、まあ、ヒルスの方が若干低いって言えば低いけど、まあ、ロイヤルカナンも結構低いと思いますから、だから、その今のご飯捨てなくていいですから、はい、半々でやってて、はい、で、もうなくなっちゃったら、ちょっと低脂肪のご飯にした方が、いろんな病気が出にくいかなと。はい、要は先延ばしで楽に流れてしまうことが一番大事だと思います。それから、あと、この数字だったら、要はそう、ステージ2になったら薬やった方がいい、絶対。うん、で、今、慢性腎臓病のステージ1です、この子。はい、で、ステージ1ということは、まあ、前も話してたかもしれませんけど、ちょっともう一回聞くんですけど、猫で書いてあるけど、犬も、はいはい、でクレアチンの数字が猫とちょっと違う、はい、犬のクレアチンは1以下が正常、はい、この子 0.98 だから、はい、99か、はい、0.9 が一応正常なんです、ギリ、はい、ギリだから。ただヒスタチン C が 0.52 で正常高いから、はい、申し訳ないけどステージ1に入ってますということ、はい、これが正常、クレアチンが正常だと、はい、ステージ1ということは元気なの、はい、ですが腎臓2つあって 100% だとすると、はい、100から33倍だ。それ半分以下かもしれない、はい、機能してる、はい、だけど元気なんですよ、はい、半分機能してれば、はい、でステージ2、いやクリアチンで、まあ、
WHO の国際分で出てくるクリアチンに見えるんだけど、猫は 1.6 だけど、犬は 1.4、はい、超えたらもうステージ2になります、はい、そうなってくるとお水をやたら飲む、はい、飲みます？まあ、やっぱり1キロ 100cc ですけど、そうそう、そこまでは飲まないですね、まあ、でそこまで飲むようになります、はい、それもステージ2になる、もうそうしたら薬やった方がいい、はい、と思います。だから今からまだやる必要ないですね、うん、だからいずれやった方がいい、そう、な、薬やったらどうなるか治るわけじゃないんですよ、はい、進行を遅らせるとか、はい、で今度ステージ3になってくると、まあ2超えてくるとね、クリアチンが吐いたりとかね、血性が悪くなったりとか、食べ液が悪くなってきたりする、はい、でステージ4、もうこれはクリアチンが5超えてくるともう最後ですよ、はい、貧血を起こして元気なくなって、でおしっこ出てるうちはいいけど、でんくなったら尿毒症を起こして消えるという、そういう尿末動というか、そういうふうに経過が効くんですよ、うん、でまあ一応それのクレアチンは正常だけど、シスタチンが高いから、ステージ1だろうな。じゃあ、ステージ1の治療は、水はしっかり飲ませる、はい。だけど、水源のことがあるから、超低脂肪食にしてます、はい。薬はとりあえず今のところまでいらないと思いますから。じゃあ、これ出していいですか。はい。ですね。これは、はい。それで、これなんだ。はい、じゃあちょっとさっと身体検査しちゃいます。で、おしっこはね、はい、そうしょっちゅう調べるんだけど、正常じゃないからさ、はい、まあ1ヶ月に1回か2ヶ月に1回は調べた方がいいですね、はい、おしっこってそんな大変じゃないじゃないですか、まあ取るのは大変だけど、採血のことを思えば、はい、じゃあちょっと身体検査しますね、はい。